作品を通じてマスク着用を呼びかけました。正体不明の芸術家バンクシーが14日、イギリス・ロンドンの地下鉄の車内に新型コロナウイルスに関して書いたとみられる作品を公表しました。インスタグラムに投稿された動画には、ゴーグルやマスクをつけ防護服を着た人物がくしゃみをしたり、マスクを使って遊ぶネズミなどを描く様子が映っています。ただ、描いている人物がバンクシー本人かどうかは分かりません。また動画の最後には、私はロックダウン、都市封鎖にあったが、また立ち上がるんだとのメッセージも綴ってあります。